ミランコビッチサイクルを決定づける変化要素と、その結果現在から100万年前までの情報。上から3つの要素は、日射量を決定づける要因である。再射運動の周期は3つあり、それぞれ19000年、22000年、24000年である。自転軸の傾斜角の変化は、周期4万1000年。公転軌道の離心率変化は、周期9万5000年。 12万5000年、40万年。この結果、北緯65度における日射量は複雑な変化を示すことが計算できる。表彰規模の変化は日射量の変化と相関が良いように見える。地球の自転軸の傾きの変化現在の値は23.4度で、あるが22.1度から24.5度の間を変化する。 周期は4万千年地球の自転軸の再差、運動地球の自転軸は、コマの首振り運動と同じ挙動を示す。周期は、約2万5 8八百年地球の光転軌道実際の、離心率とは異なり、楕円であることを極端に強調している、ミランコビッチサイクルとは、地球の光転軌道の離心率の周期的変化、自転軸の傾きの周期的変化、 自転軸の再作運動という三つの要因により、日射量が変動する周期である。1920から1930年代に、セルビアの地球物理学者ミルティン・ミランコビッチは、地球の離心率の周期的変化、地軸の傾きの周期的変化、自転軸の再作運動の三つの要素が、地球の気候に影響を与えると仮説を立て、実際に地球に入射する日射量の移動分布と、 季節変化について当時得られる最高精度の光天気道変化の理論を用いて非常に正確な日射量調周期変化を計算し間もなくして放射性同位体を用いた海水温の調査でその仮説を裏付けた。ミランコビッチサイクルで表される日射量の変化は北極や南極の表彰の規模の変化や表記や魔表記が訪れたりする年代を求めるのに有効である。 ただし、その計算は複雑であって、理論と実際が異なる場合があるため常に再計算が要求される。ミランコビッチの算出した数値は、1960年代まで地質学者たちの間で用いられていたが、放射性同位体による測定法が発展し確実なものとなると、わざわざ計算の面倒なミランコビッチサイクルに頼ることはなくなってしまった。とはいえ、 1970年代に海洋艇のボーリング調査が行われ、採取されたサンプルに残された微生物化石の酸素同位体比から得られる気候変動の周期は、ミランコビッチの算出した数値内視は計算法で得られる値に近い値であり、彼が1920年代に行った計算は1970年代の最新鋭の測定法に匹敵する精度であることが分かった。 これら3要素が地球の気候に影響を与えるが、実際には他にも様々な要因が関わるため、単純に計算できるものでもない。また一般的に、離震率の変化が地球の気候に影響を与えやすいが、地球自然体で見れば例外もある。実際、過去70万年の気候変動では10万年周期の離震率の変化ではなく、4万年周期の地軸の,地軸の 傾きの変化が重要な役割を果たしている。ミラン・コビッチサイクルを計算するための要素である、公転運動や時点は、太陽や月をはじめとして様々な物理的な条件に影響される。例えば、月の引力による海水の緩満作用によって、海水と海底の摩擦が起き、地球の時点速度が減速させられることも影響する。つまり、 自転周期が現在よりも短い約20時間であった20億年前の場合、1日を20時間のサイクルとして計算することになり、その数値の変化は現在と比べて短期間において明らかに激しくなることが予想されるということである。当時は理論上現在の1、4程度の周期であったと考えられている。最近100万年で見ると、 光転軌道が正しい円に近づいた90万年前と75万年前と39から40万年前には、北緯65度における日射量が1平方メートルあたり480ワット付近であり、変化の少ない日射量の期間であることが表から見て取れる。それと比べて95万から100万年前と60万年、前及び20万年前には、光転軌道が 比較的ひしゃげて楕円になったこと、時点軸も安定的な80万年前には22.3から22.7度前後の変動であったものが22.5から24度の間を激しく揺れ動くようになったことなどから、日車量が440から540ワットの間で激しく変化し、寒い表記と暖かい間表記が繰り返されたことが読み取れる。岩田2011 ピアニッシ三も315-317ありがとうございます。